タワーオブテラーは東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントにあるフリーフォールタイプのホラーアトラクションである。2006年9月4日に開業した。このアトラクションはウォルトディズニーワールドリゾートのディズニーハリウッドスタジオとディズニーランドパリのウォルトディズニースタジオパークにあるアトラクショントワイライトゾーンタワーオブテラーと類似したアトラクションである。しかし演出に関しては 東京ディズニーシーの完全オリジナルストーリーであり他のパークのように米国のテレビドラマトワイライトゾーンをモチーフにした演出はされていない東京ディズニーシーに他のパークと同じコンセプトで建設できなかったのは他のパークがすべてハリウッドをテーマとしたパーク及びテーマゾーンにあることと建物がハリウッドターホテルという設定であることからニューヨークを再現した アメリカンウォーターフロントでは地理的設定に矛盾が生じてしまうという問題があったからである。ゆえに日本オリジナルのバックグラウンドストーリーを制作することになった。そのため建物の外観、内装、演出も他のディズニーパークのものとは異なっている。総工費は約210億円。他のアトラクションと比べバックグラウンドストーリーを強く打ち出している。 東京ディズニーリゾート公式サイトではアトラクション独自のフラッシュを利用したスペシャルサイトが2010年春頃まで開設されていた。フリーホールタイプのアトラクションであり落下時には強い浮遊感が味わえるので東京ディズニーリゾート内のアトラクションでもスリルは格段に高い。このため開業当初からディズニー史女性恐れというキャッチコピーが多用されている。また、 体を固定する安全装置は3点式、シートベルトのみである。公式オープン日の2006年9月4日の13日、前である同8月22日から8月29日にかけて、スニークプレビュー、8月31日にプレスプレビューが行われた。オープン当日の2006年9月4日には、ファストパス列、スタンバイ列ともに、長蛇の列となった。 エレベーター内での演出は他のディズニーパークのものをベースにしているが東京ディズニーシー独自のアレンジが施されている。エレベーター乗り場へ行くまでにロビーからウェイティングルームへ通され大きなステンドグラスのある書斎でプレジョーが行われる。ウェイティングルーム及び書斎は左右に2つありロビーでキャストからどちらか一方の部屋へ案内される。その後秘密の倉庫を通って 乗り場となるが、倉庫が1階と2階に分かれており、左右どちらに案内されるかによって1階か2階かが決まる。書斎は対照的に作られており、偶像、シリキュートゥンドゥの置かれている位置が異なっている。倉庫の後に案内されるコレクションルームは、6つとも全ての部屋の装飾が異なっている。エレベーターシャフトは全部で3本あり、それぞれツアー A、B、C と名前がついている。 またそれぞれのツアーは前日の通り、乗り場が1階と2階に分かれている。つまり、乗り場は全部で6箇所あり、ライドも全部で6機ある。1階のライドは、エレベーターシャフトに装填され稼働した後、再び1階の乗り場に戻る。1階のライドに、ゲストが乗り降りしている間に2階のライドが稼働し、再び2階の乗り場に戻る。2階のライドに乗り降りしている間に1階のライドが、 稼働するという具合である。これにより回転率を上げている。換算機は2つのツアーが稼働しており、残り1つのエレベーターはメンテナンスが行われる。このため他のアトラクションと異なりメンテナンスで終日運休となる事例が少ない。エレベーターの動きはプログラミングによって変更することが可能となっている。開業からしばらくは落下パターンや落下回数に違いはなかったが、 2012年1月から3月の期間限定で新たなプログラムを導入したイベントタワー・オブ・テラーレベル13が開催された。建物の高さは59メートル。プロメテウス火山とシンデレラ城が51メートルであり、東京ディズニーシー、東京ディズニーランドの両オーパークを合わせても、東アトラクションが最も高い建物である。60メートルにしない理由は、 航空法により60メートル以上の建物を建設する際、航空障害等の設置が義務付けられており、パーク内の建物として景観を損ねないようにするためである。なおエレベーターは建物の最上部から落下するわけではなく、実際の最高到達点は建物の高さに比べかなり低い。最高到達点には扉があり、普段は閉まっているが、 エレベーターが到達する直前に開き、アトラクションに乗ったゲストは一瞬ではあるが、外の景色を眺めることができる。その後エレベーターが落下すると扉も閉まる。これは、海外のタワー・オブ・テラーと共通である。スプラッシュ・マウンテンや、インディ・ジョーンズ・アドベンチャー、クリスタル・スカルの魔球と同じように、乗車中に、写真撮影が行われる。場所はエレベーターが最高到達点に到着。 外の景色が見え、落下する直前である。この時、緑色の光に紛れて、フラッシュが焚かれている。この緑色の光は、屋外からも確認することができる。タワー・オブ・テラー、レベル13は、2012年から2014年のキャンパスデーパスポートの販売期間と同時期に開催されたプログラム。初開催となる2012年に放映された CM では、 試乗祭キャーアというキャッチコピーが使用された、レギュラーバージョンと異なる点はである。特にエレベーターの動きが変更されたのは、開業以来初めてである。タワーオブテラー、レベル13、シャドウオブシリキは、キャンパスデーパスポートと同時期に開催されるプログラム。2015年に初開催。2014年までのレベル13とは、エレベーターの動きが大幅に変わり。 新たな演出が加わった。タワー・オブ・テラー・アンリミテッドは2019年のキャンパスゲーパスポートと同時期に開催されたプログラム。通常版と過去の期間限定プログラム2つを含む複数の落下パターンを体験できる特別バージョンとなっている。大富豪のハリソン・ハイ・タワー三世は世界中から様々な骨董品を収集していた。1899年、彼は 今後川流域に住むムトゥンドゥ族から呪いの偶像とされるシリキュートゥンドを手に入れる。そのシリキュートゥンドのお披露目パーティーが1899年12月31日に開かれた。場所はハイタワー3世が建設しオーナーとなっていたホテルハイタワー。会見の際、記者の一人からシリキュートゥンドが呪いの偶像であることを指摘されるとハイタワー3世は 呪いの偶像だとバカバカしい。と嘲笑った。そのパーティーの終盤、ハイタワー3世は、ホテルの最上階にある自室に、シリキウトゥンドゥを飾るため、エレベーターに乗り込み、シリキウトゥンドゥにハマキを押し付けた。しかし、深夜0時ちょうどに、ホテルに停電が発生。すると、その時緑色の光がエレベーターを包み込み、同時にハイタワー3世の悲鳴が響き渡った。 そして制御不能となったエレベーターは1階まで落下し、大破した。ところが奇妙なことに、落下したエレベーターの中から、ハイタワー3世は姿を消していた。トルコ風防止とシリキウトゥンドだけを残して、この事件以来、ホテルハイタワーは、ニューヨーク市民から恐怖のホテルと呼ばれるようになった。時は立ち、1912年、1899年の事件以来長らくホテルは、 閉鎖されてきた。しかし、ニューヨーク市保存協会は、建築物の歴史的価値が高いという理由で、改修工事を行った。修復が行われた背景として、エンディコット3世の娘の存在がある。ニューヨーク市保存協会の会長は、ハイタワー3世と長年の確執がある、エンディコット3世の娘、ベアトリス・ローズ・エンディコットであるが、そのベアトリスは、 ハイタワー3世に並々ならぬ尊敬の念を持っていた。ハイタワー3世と確執があったエンディコット3世は当然ホテルハイタワーを取り壊し、その跡地に自分のホテルを建設する予定であった。しかし、娘のベアトリスにそれを反対されてしまった。ニューヨーク市保存協会は設立の目的をニューヨーク州ニューヨークの歴史ある 建造物を保護することとしているが、実際にはホテルハイタワーの修復、保護だけの目的で設立されたという噂が立っている。ホテルがニューヨーク市保存協会により修復された後、同協会主催のツアーが開催される。ゲストはツアーの参加者となり、ホテルなどに関しての説明を受け、ホテル内を見学する。そして最後には業務用エレベーターに乗り込み、 最上階のハイタワー3世の部屋へ、恐怖の体験が待ち受けていると知らず。シリキウトゥンドゥ語表記は、シリキウツンズ今後川流域に住むムトゥンドゥ族が祀っていた偶像。シリキウトゥンドゥとは、部族の言葉で、災いを信じよという意味。所有する部族を攻撃しようとする者に恐ろしい、呪いをかけると言われている。シリキウトゥンドゥを所有する部族ははじめ幸福が、 訪れるが、徐々に最悪が起こるようになり、ひどい場合は、部族丸ごと地上から姿を消してしまうという。部族から部族へとたらい回しにされ、ハイタワー三世が発見した際は、今後のムトゥンド族が所有していた。シリーキウトゥンドゥの一部には、古代の呪術師の遺骨の一部が使われているという。ちなみに、シリーキウトゥンドゥが乗っている台座や、持っているものなどは昔所有していた部族が作った。 ものである。また、シリキュートゥンドゥを扱う際には細かい決まりがあり、これを守らないとシリキュートゥンドゥに不快感を与え、呪いをかけられてしまう。その決まりとは、などである。特に、シリキュートゥンドゥは敬まわれることを望むという。その部族の老人は、縁のものと呼んで恐れ、偶像の目には気をつけろと言っていた。老人に曰く、呪いをかける際、 偶像の目が緑色に光るらしい。タワー・オブ・テラー、レベル13の開催に伴いリニューアルされたスペシャルページではという内容に変更されている。公式サイトのホテルツアーはバックグラウンドストーリーを体験できるちょっとしたアドベンチャーゲームになっている。各所をクリックすると詳しい解説が聞けるようになっている。しかし、現在サイトはリニューアルされたためホテルツアーは 削除されてしまっている。タワーオブテラーでは、いくつかの試乗会が企画開催された。招待客の試乗会、マジックキングダムクラブやファンダフルディズニーの企画として、抽選招待による試乗会などが開催された例はあったが、このような食事や宿泊と試乗会のセット販売は、東京ディズニーリゾートでは、今回が初めてであった。2009年2010年には、タワーオブ、 テラーの美術品、シリキューキウトンドの話が出たショー、ミステリアスマスカレードが開催された。ありがとうございます。